ジョン・デイビット・ヘルウェグは、アメリカ合衆国ミシガン州、アナバー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックス、所属。2008年に MLB ドラフト16巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名。エンゼルスでは、AQ アーカンソートラベラーズでプレーしたのが、最高で、メジャーに昇格することはなかった。 2012年7月27日にザック、グレイン・キートのトレードで、ジーン・セグラ、アリエル・ペーニャと共に、ミルウォー・キー・ブルワーズへ移籍した。2013年6月26日にメジャーデビュー。8試合に登板し、1勝4敗、防御率6.75の成績を残した。2014年は、シーズンの大半を故障の治療に費やし、トリプル A 級ナッシュビル・サウンズで4試合に、 当番したのみに終わった。2015年11月6日に FA となった。2015年11月17日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年はパドレス3回 AA 級エルパソチワワズ、トリプル A 級サンアントニオミッションズともに防御率10点台という成績に終わり、 6月30日に自由契約となった。7月8日にカナディアン・アメリカンリーグのニュージャージー、ジャッカルズと契約した。20試合に登板し、3勝1敗1セーブ、防御率3.43の成績を残した。11月6日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだが、公式戦で登板することなく退団した。2017年は再び、ニュージャージージ・ジャッカルズと契約した。 ストッパーとして36試合に登板し2勝3敗19、セーブ、防御率3.43の好成績を残し、8月24日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2018年は、パイレーツ参加トリプル A 級、インディアナポリス・インディアンズで24試合に登板し、1勝1敗11、セーブ、防御率1.33の成績を残した。 2018年6月26日に、広島東洋カープと契約したことが発表された。背番号は62、9月に一軍に昇格、9月20日の阪神タイガース戦でデビューし、1回1、脱三振無失点だった。中継ぎとして7試合に登板して2ホールド、10脱三振、防御率1.13だった。日本シリーズでも3試合に登板した。 2019年も外国人枠により出番は限られ5試合の当番に終わり、シーズン終了後に自由契約となった。2020年にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。しかし、新型コロナウイルス感染拡大により、マイナー選手の大量解雇が各球団で発生。ヘルウェグもその煽りを受け5月27日に解雇された。 2021年2月22日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した時速 156km の直球のほか、スライダー、カットボール、シンカーを投げる NPB 投手記録ありがとうございます。